山田二郎基地から1930年1月9日は日本の剣術家。号は一徳祭。自流の信仰のみならず、小学校において剣道師範を務め、剣道の研究、著述活動を行い、日本剣道師等の名著を残した。和佐国防ク郡軍下森村に名主、与吉の長男として誕生。少年期は体力が低く、巨弱であった。 1884年、富岡村に武道場が完成する。この際村を訪れた、榊原鍵吉にあった山田は、県の道を治めることを決意する。一族の反対を押し切り、無断で上京し、榊原の道場に弟子入りする。榊原に入門した後は、その稽古と自身の努力によって、別人に見違えるほどの体格と合力を備えるに至った。 坂木原の巻割り剣術と言われる強烈な打ち込みに耐えるため頭を柱に打ちつけて鍛錬し、額は甲羅のように固く盛り上がった。坂木原の道場は市内稽古主体で形稽古は行わなかったが、山田は型の習得も志し、死の了解を得て同じ時期進化下流の山田八郎に学んでいる。当時の剣術界ではすでに形派と、 市内派の対立が見られたが、山田は、方と市内誘致の関係を、書道の会書、行書、草書になぞらえ、両者は相反するものでなく、どちらも収めるべきとの考えを抱いていた。1894年元旦の日、榊原より免許改殿の目録を受け、直進下下流、第15代と道場を継承する。9月に死去した榊原の家族の面倒を見る。 また、坂木原の公認として10月1日、北白川宮義久親王、照久王の剣術師範に就く。翌1895年、前年におけるし、坂木原の死去に続き、父も養去る。これを機に、郷里から、家財、土地一切を払って、本を東京へ移した。1896年、親王の皇居により、三宅の剣術師範を辞する。 1901年5月、東京高等商業学校鍛錬部の師範に就任。1904年、祝会制により、道場を本郷区家町に移すと同時に、百連館と名付ける。山田は大日本部特会からの入会勧誘を断り、競技的剣道には参加せず、直進陰流に先進した。主な弟子に、加藤幹事、大森草原などがいる。 加藤は東京帝国大学農科大学からの教え子であり、直進影流の基本の形である法廷を自身が創立した日本農業実践学園で生徒に稽古させた。大森は臨在修僧侶としての活動の傍ら、直進影流の指導を行った。ありがとうございます。